方が多かったのかな、んかちょっと離れてたイメージだったんですけど、でもね来てくださってた方もありがとうございました。嬉しいです。楽しくて本当にサンリオのキャラクターがねみんなすごく可愛くて、もう本当に癒されました可愛すぎて。楽しかったですか？ありがとうございます。ピューロランドにより行ってみたくなりましたね。楽しかったですか？ありがとうございます。 SK なんかね、他のアイドルさんと一緒に出演させていただいたですけど、なんかそういうアイドルフェスみたいなのもなんか、あ、他のアイドルさんと一緒にやらせていただくのもなんか久々で、はい、なんかそれも嬉しかったですし、他のファンの方もなんかあの客席にも行かせていただいたりしたんですけど、最後のかわいいフェスティバルっていう曲ですごい、私推しじゃない方もすごいなんか写真とかね、あっせんも OK だったんですけど、すごい写真撮ってくださったり温かくてはい、嬉しい、優しいなって思いながら、なんか21時以降にハッシュタグハロフェスピューロつけてなんかポストしてくださっている方が多いんですけど、そう、私の写真とかも上げてくださってたので、来れなかった、いけなかった方もね見ていただいたら、撮影タイムのところだけなんですけど雰囲気ね、なんか味わってもらえるかなって思うので見てみてください。一番白からでしたがね、でもポストしてくださってた、推しカメラありがとうございますね、嬉しいですね。曲目からセンターは現場で号泣しました。コケティッシュですか？俺センターポジではないんですけどね、あ、ゼロ番なんていうんですかね、コケティッシュはダブルセンターなので、ジュンレナさんのね、あれはアミちゃんとサトカホだったんですけど、まあ、7人だったので、すごいいろんなメンバーがね、私もゴナジャンプでセンターやらせてもらえたりとか、からなかなかできないのポジションやらせてもらえたり、曲も結構披露させてもらえたんですよ。普通にそうだ、めっちゃ汗びしょびしょなって、でもそう、ね、他のグループの推しの方とかもパフォーマンスしてもすごい笑って見ていただけたりして、すごく温かかったなって思います。コールとかもね、ありがとうございました、嬉しかったです。あとね、そう、キティちゃんとキキララちゃんたちと曲もコラボパフォーマンスさせてもらったんですけど、もう本当に可愛くて、もうずっと癒しで、リハーサル中も休憩の時とみんなでずっと触ってましたモフモフなんですよ、しかも仕草もすごく可愛くて、なんかアイドル以上にアイドルで動きとかもなんか学びましたね、すごく、あ、こんなね、おしとやかに可愛く振る舞うべきだなってもっと見直させていただきましたね、可愛かった、本当に。萌めの絵本巻きパペル画像めちゃめちゃかわちい、嘘、なんかあの子供っぽいやつですか食べましたか皆さん、東北東を見て、ケータリングで出なかったんですよ、出ないかもしれないなと思って、今日は行きにコンビニ買っておいて、でもね、かわいい衣装、今日コケティッシュの衣装だったんですけど、なかなかあの衣装も珍しいので衣装でこう綺麗した時に撮ろうと思って、でも時間がなくて終わった後だったので髪の毛とかボソボソだったんですけど
ボサボサというか汗かいちゃってる感じだったんですけど、はい、取れました。ネギ玉巻きとミシソ巻きを、美味しそう。コンビニなんか全然種類なくて、でもなんかツナみたいなやつしかなくて美味しかったです。みんな可愛くて怒られやんけん確かにいろんなね、あのアイドルさんいらっしゃったけどね、でもみんなさ素敵でした、本当にね、パフォーマンス歌とかもすごい上手上手で、やっぱ刺激をもらえますね。うん、今日は高めのツイン、そうサンリオさんだからベレー帽の人かなと思ったらベレー帽じゃなかったので、なんか髪飾りも選べたんですよ、余ってる中から、うん、ね、衣装も可愛らしい感じだったし、ツインしちゃえと思って高いツインしちゃいましたいっぱい写真撮れたよ、ありがとうございます、嬉しい。ラッキーさんとコラボ配信ですか、そうなんだ、楽しそう。明日だったら行ってました、あー今日と明日ありますもんね、ごめんなさい今日の出演でした本当にすごい楽しくて癒されて、なんかああいう客席ね行けたり、普通カメコも OK だったりね、そう楽しかったのでまた出演させていただきたいですよね、いただきたいな。キキララとキティちゃんと一緒にいさせていただくことが多かったんですけど、ちょっとキキくんが可愛すぎて、みんな可愛かったんですけど特にキキくんが可愛すぎて、ちょっとあのはいしちゃいたいぐらい可愛かったです、動きがしなんかすごい可愛くてでもね、息子さん大変可愛くて癒されました、見えてましたよ、ありがとうございます。なんか最後のお見送り、最後ね目がなんかすぐあった気がするどういうことを見てよかったと思って言ったら巻きを食べましたよ、あー嬉しい、ありがとうございます。私もネギトロ巻きにしたかったんですけど なかったです。私も私はライブが終わって腹ペコで、はい、そうなんか空いた状態で食べたのですごく美味しくて、私も東北とはですねちょっと分かんなかったんですけどはい、皆さんのことを私もって食べました、ゆかさんしか取れなかった、汗汗、嘘、あでも確かにゆかさん近くに多分いらっしゃいましたよね、通路側出したもんね、あそこはもう行けなかったんです。そうですよね、客席の周りは位置が決まってるからなかなかね、そう行きたいところに行けないのでそこはちょっとあれでしたが、そうなんですよ、特に上手側は全然いけなかったです前巻きの豆を、おー私の数食べてないや、食べてないです、
や私そう下手だったんですよね。あ、お友達が同棲されたんですね。タクシーペン飲むタクシーできました。うーん、嬉しい、託してくださって受け取ります。はい、ふふふ、琵琶湖寒そう、寒そうですね。今日最前列ちょうどよく家の近くにいたからめっちゃよく見えました。めっちゃ写真あげてくださってた。ありがとうございます。嬉しい、嬉しかったです。ありがとうにゃん。これは木に横にゃん推しになってね。ぜひあの公園とかもね、 S 公園来てください。いっぱい撮ってくださって本当に嬉しかったです。お幸せありがとう。どうにかってほんま気を耐えましたね。優しいですね、私の幸せを。ありがとうございます。釘付けの人じゃなかったですけど。今回生活のね、そうですよね、かっこよかったですか。今日かわいい髪型だったんですけど。見えてましたよ、かっこいいもでも嬉しいです。はい、そう、結構始まるまでバタバタしてたので、終わってみんなで急いで写真撮り合いっこしてて、その時にちょっと絵本巻き撮ってって里加穂が今日撮ってくれました。くん、おしかも。ポンポンポリンくんはね、あんまり会えなかった。いや、私そう、会えないキャラクターも結構いて、そうなんですよ。ピクルくん、くんなんですかね、結構一緒だったんですけどね。ここら辺のフルモが可愛かったです。なんか今日も可愛い、ありがとうございます。ハンギョドンじゃなくてアミちゃん、え、残念がってました。でも去年ね、ハンギョドンだったから、うん、でもそんなに悔しがってなかったかも、残念がってなかったかも。ヤコニャン、キティちゃんもキキララかな、可愛かったよ。あ、ね、見えてました。ちょっと後ろ辺だったけどね、ありがとうございます。おとといと今日とね、嬉しい、会えて。キティちゃんの会社、うん、でも私結構キキララ可愛かった、特にキキくんが。え、なんか裏でリハーサルの時とか、なんか前のねアイドルさんがリハーサルしてて、なんか待機してたんですよ、裏の裏で、ステージ裏で。で見てた時にキキくんがきっとこうやってこの手、これなんですよ、これで拍手して乗ってたり、なんかこんなして乗ってて、めっちゃ可愛くてみんなで癒されてました。動きが可愛い、そう、見た目も可愛いのに動きも可愛くて可愛かった。イワシを食べてないですね。あ、ひなのちゃんに会えました。すみれさんにもあのとても久しぶりにお会いできたんですけど、ゆこにゃんだってはい言って来てくださって嬉しかったです。はい、綺麗でした。写真も撮っていただいてね、ポストもしてくださってました。仲良くしくの決済も時間をしました。6月楽しみ、うん、ありがとうございます。決済も忘れず嬉しいです。ありがとうにゃー。ピューランドね、行きたかったんですけどダメでしたね。はい、
見つけ本当に楽しかったので、キャラクターが出て可愛すぎてめっちゃ行きたくなりました。行ったことないので。クキジュネームスティッシュは大好物です。可愛いですよね、あれ。私が着てて、そう、横にゃんカラーなんですよ。しかも結構あの衣装、二村さんの衣装なんですけど、よくそう、あの衣装着させていただきますね。セテールもね、ありがとうにゃん。正解の時、よくにゃんとゆめちゃん二人が無線くれながらポーズしてくれて最高でした。ね、ね、結構ずっとね、カメラ向けて撮ってくださってたからくろみちゃんのカチューシャされてた方ですか、ね、え、かわいいフェスティバル踊れるんですね。去年もね、やったみたいです。あ、ね、あったんですよね。嬉しい。ティンテールがなびいてカレーでした。わー、やっぱ外部のイベントはあんまり、そうですね、髪の毛がやっぱ目立つ方がいいのかなと思って、まとめすぎない方がいいかなと思ってます。あの、自己紹介で横にチェックできたんですよはい、ビールできました。コロネツインみたいな、そう、目玉しかけずに、どうだろう、結構ね、カキカキがやばいんですよねだから今日も今からちょっと頑張ってくたびれたら寝て、でもアラームかけなきゃやばそうな予感ですね、これはあ、ララが姉でキキが弟なんですね。あ、兄弟なんですか。キキララはでもなんか月と同じ大きさなんですよね。それは知っているんですよ結構大きくないですか、兄ちゃんのイメージ。ね、弟なんですね。でもなんか言われてみたら確かにキキ君の方がなんか子供って感じでした。もう仕事終わった、遅いですね、お疲れ様です、頑張りましたお疲れ様です。ではおこにゃんけんですよ、本当にダメですの握手会の決済忘れないうちにしたよ。わー、さすが、嬉しい、ありがとうございます。皆さん忘れないでくださいね。ね、会いたいですね。でもあのオンライン特典会が近づいてきておりますので、皆さん楽しみでございますね。はいしかも明日は新曲の MV が公開されますし、いや本当にドキドキ見たことないから、はあ、今来た、お疲れ様です、ありがとうにゃー。はい、じゃあ、ただで近くにいたらびっくりした。あー、私も近くに行きたかったです。でもっといろんなとこ回れたらよかったんですけど、決まってたんですよ、こっからここまでしかダメみたいな最初は制作試験の決済しますね。嬉しい、ありがとう、お願いします、ありがとうございます。シナモンにゃんです。シナモンはくんですよね、男の子。今田さんとのツーショット感動しました。そう、見に来てくださったんですよ、この前回のエスコアも。はい、久々にお会いできたんですけど、いや本当お綺麗ではい、
さすがっていう感じでしたね。見に来てくださって嬉しかったです。ぽかよかの頼もしいシンドロームです、言いましたね。皆さんありがとう、とても楽しかったよね。あのランダムなんですけどアクスタもね結構ゲットしてくださっ てありがとうございます。ランダムじゃなかったらいいんですけどね。けどありがとうございます。フォープレのアクスタゲットできて大満足。しかもピューロランドさんにじゃない、あそね場所が違いましたもんね。ありがとうございます。アクスタとのご飯の写真いっぱい見ました。この時話のヤホーレター送りました。送りました、ありがとうございます。次の公演でもらえる、あでも次の公演の時はあれですね、もうあれかも、オンライントーク、あっあっちの方がロングトーク会の方かな、あ、じゃあ大丈夫だ。え、夜勤応援してくれない、嘘、本当ですか。毎日言わせていただいてる気がするけどごめんや、応援してます。体調気をつけてね、寒いから。前乗せて握手と可愛かった、あ、そう、いただけたんですよ。皆さんね、ランダムで頑張って弾いてくださったのでごめんなさい、あの、いただいて。いただけました、はい。かね、ポンポンプリンくん、あえて見たら大きく見えたんですけど実物はちっちゃくて、で、顔がね、顔が、あの、ポンポンプリンくんもやっぱ可愛いなって思いました。近くに、透明からしか見えなかったんですけど、はい、あのなんかかわ、おぼこい感じが、おぼこい、なんて言うんですか、うん、かわいかったです。ハギョドンもかわいい、ハギョドンもかわいい、ハギョドンもちっちゃいタイプでしたね。ピューランド行くとみんな気分ファンタジーになるよね、うん。その中のそのコラボでありがとうハギューっていう曲とそう、かわいいフェスティバルもやらせてもらったんですけど、曲もすごいかわいくて、そうみんなお気に入りで、メンバーもサブスクないかなとかみんなに言ったんですけどなくて、それぐらいみんな好きになりました。たくさんに集まれて最高でした、あ、いっぱい見えました、ありがとうございます、嬉しかったです。サルバク29日連続もありがとうございます。あ、見てから、うん、ありがとうにゃー、嬉しかったです。いや、人じゃなくて星やで、あ、そうなんですか。すごい星なのね、いいなー。手形の時、あ、名前呼ばせてください、手形をね、名前を呼ばさせていただけますね、オンライン特典会はね、カキカキも頑張ってきます。かなと、自分たちが言いました、他のグループ推しの人たちもここには釘付けだったはず、わらかなぁ。どうだろう、そう、佐藤すみれさんです。キティさんって呼ばれてましたね、そうなんだ、動けそうでした、待ちきれない、あー、ちょっとありますもんね、ねー、嬉しい、楽しみましょうね当日。あ、そうなんですね、レストランたまに来てくれるんですね、行ってみたい、え、かわいい、
パパプリンくんが出てきてよかった。プリンくんの赤さ見せてきたよ。喜んでましたか？かわいい、ありがとうございます。オンラインか、あ、東海ね、オンライン東海何分何秒かちょっとまだっていうかの言えなくてすいません。15秒ぐらいかな。耳動くよ、かわいいですよね。再生配のちょっと禁止が、そうかな、そうか、そうか。うん、ウォーキング頑張ってきたにゃん。あ、素晴らしい、お疲れ様です。いつもお疲れ様です。本当にサレでアルバイトしてた頃思い出、あ、そうなんですね。いいなやべ、公開で生配信楽しみにしておる。お、明日の20時半からの生配信が始まって、プレミア公開は21時です。皆さん画面待機よろしくお願いします私も皆さんとこうドキドキしながら見ますのでそれ怖いね、嬉しい、頑張ります。今日で言う双子だよ。双子、双子なの？二人の身長を合わせるとお月さんと同じぐらいの大きさ。あ、そういう意味なんですか。あ、そういうこと？それちょっとポーズですか。わかりました、書いておきますもう消せずに、あ、さすがです、ありがとうございます。前回リアタイできない、あ、でもあのアーカイブありますので、ちょっと探していただくの大変かもしれないんですけど、見てください、よかったら。コスモスメモリーズ、コスモスの記憶ですかインドネシアから、ありがとうございます。コスモスの記憶かな、爽やかですよね、嬉しい、ちょっと切ないけど、先無事に決済済ませてきました。うん、ありがとうにゃん、嬉しい、さっきのご確保できました、あー、ありがとうございます。あ、時間がもうやばいですか。あ、あー眠たい、眠たいのに、ありがとうにゃー、尊い、いや、今日パーカー、ピンクパーカーです。トレーナーだった、間違えた。最後のメッセージカードも嬉しかったよ。おー、ありがとうございます、受け取ってくださって。はい、時間がないにゃん、おやすみにゃん、やばいごめんなさい、助かる仕事、この後もお会いしてますね、ありがとうにゃん、楽しかったです、口見えろ、ありがとう。